Broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイでコロナの感染が微増しているとして、当局は注意を呼びかけています。観光セミナーで日本とタイの協力強化が宣言されました。警察はサッカーワールドカップ開催で違法賭博の取り締まりを強化しています。世界のスーパーコンピューターのランキングでタイのコンピューターが世界70位となりました。それではまず初めのニュースです。タイでコロナの感染が微増しているとして、当局は注意を呼びかけています。タイ保健当局は寒い季節の到来を迎え、今年の寒気には新型コロナ感染の小さな波が来ると予想しており、世界の感染状況を反映してタイの重症患者数と死亡者の数も現在増加傾向にあるとして注意を呼びかけています。保健省疾病管理局オーパス局長によりますと、11月13日から19日の1週間のコロナ感染者の入院者数は1日平均565人で約4000人に達しました。これは前の週の入院患者数約3200人を上回るものです。この期間の死亡者の数は69人で、これも前の週の49人を上回りました。11月13日から19日の1週間の入院患者のうち、肺炎を引き起こした患者は432人、人工呼吸器を必要とする患者も252人となっています。これらの数字も前の週の肺炎患者329人と人工呼吸器装着178人よりも多くなっています。オーパス局長によりますと、世界の多くの国でコロナの感染数が増加しており、新しい感染の波が始まったことを示しているとしています。保健当局はイベントに参加する人や外出する人が増えるため、年末に向けて小さな波が来るだろうと予想しています。また呼吸器系のウイルスは気温の低い寒い季節により早く広がり、環境中に長くとどまる傾向があります。新型コロナはワクチン未接種者や追加ブースター接種を行っていないものが重症化、死亡するケースが多いため、保健省はワクチン接種を継続するよう呼びかけています。オーパス局長はコロナの新しい亜種について、より感染力が強いのか、それとも毒性が強いのかを判断するにはもっと時間が必要だと述べています。新しい変異種は免疫反応を回避する能力があるため、より感染しやすい傾向があるが、より重篤な症状を引き起こすことを示唆する証拠は今のところないと説明しています。
次のニュースです。観光セミナーで日本とタイの協力強化が宣言されました。タイと日本はこのほど日台観光セミナーを共同で開催しました。11月19日バンコクで新たな冒険、新たな宝物の発見と題した日台観光セミナーを開催しました。これは11月18日から19日まで開催されたアジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議に出席するためタイを訪問していた岸田総理の呼びかけで実施されたものです。日台観光セミナーは日本政府観光局、日本とタイの観光関連企業や政府機関の代表者などが出席しました。今年は日本とタイは外交樹立135年目にあたります。また日台間の双方の観光が復活し、特に観光ハイシーズンに飛行機の増便や観光客の到着が増えるなど力強い回復の兆しが続いています。コロナパンデミック前の2019年、日本からタイへの観光客の数は合計178万7千人を超え、930億バーツ以上の観光収入を達成しました。タイ政府観光庁のユタサック長官は、日本人観光客の数は今年コロナパンデミック前に近い125万人に戻ると予想しています。そのためタイ政府観光庁は、日本から全ての観光市場で誘致することを目指し、特にビジネスとレジャーを組み合わせた観光や初めてタイを訪れるビジター、タイのドラマが好きな人たちなど新しい潜在能力の高い市場グループを重視していると語りました。次のニュースです。政府はサッカーワールドカップ開催で違法賭博の取り締まりを強化しています。警察は FIFA ワールドカップ開催中の違法なサッカー賭博を防止するためのキャンペーンを開始し、特に若者がオンライン賭博に手を出しやすいとして警告しています。タイ警察はオンラインサイトなどの新しいプラットフォームにより、より多くの人が簡単に賭けをすることができるようになったため、 FIFA ワールドカップ開催中に違法なサッカー賭博を取り締まる計画を発表しました。警察はワールドカップシーズンに向けて違法賭博防止抑制センターを設置し、ギャンブル防止活動を強化するとしています。パヌラット副長官によりますと、ダムロンサック長官が防止センターの設立を命じ、毎週水曜日に会議が行われていることを明らかにしました。タイでは政府公認の競馬を除き、スポーツ賭博など他の賭博は違法とされています。しかし違法な賭博サイトが出現したことで、これまで以上に簡単にギャンブルをすることができるようになりました。パヌラット副長官は、警察の活動は従来の賭博行為に加えてオンライン賭博に容易に誘い込まれる可能性のある若者に焦点を当てると説明しました。警察は政府機関や民間企業、教育機関と協力し、ギャンブルのもたらす影響について国民の意識を高めていく予定です。次のニュースです。世界のスーパーコンピューターのランキングでタイのコンピューターが世界70位となりました。科学研究改革機構のスーパーコンピューターランターが、世界500のスーパーコンピューターのうち世界で70位、 ASEAN では1位にランク付けされました。1秒間に最大81億回の計算能力を持っています。トップ500スーパーコンピューターランキングは、世界中のスーパーコンピューターシステムの統計データを収集するためのランキングです。毎年コンピューターの可能性を示すために利用されています。2022年11月15日に発表された最新のランキングでは、タイのスーパーコンピューターシステムランターが世界で70位、アジアで20位、 ASEAN で最も効率の高いシステム1位にランクインしました。タイ史上初めてトップ500ランキングの100位以内にランクインし、これはタイの先端コンピューティング研究開発インフラを最前線へと押し上げた結果と評価されています。科学研究改革機構は、教育分野の研究者を支援し、政府機関、民間企業や産業界のイノベーションを促進しています。
そしてタイの人工知能やコンピューティング技術の発展を支援し、国際的に際立つための重要なツールとすることを目指しています。ランタンはヒューレット・パッカード・エンタープライズ社製で、第3世代アミドエピック PCU プロセッサーを搭載し、高度な AI コンピューティングとシュミレーションに最適化されています。ランタンはタイで初めて温水冷却技術を採用したスーパーコンピューターです。空調よりも冷却効率が高いため、長期的にはエネルギーコストの削減に貢献します。今回の評価は、タイのスーパーコンピューターが世界をリードし、タイがグリーンコンピューティングの時代に入るための重要なステップとなります。ランタンは政府、民間、産業界の研究者のイノベーションを支援するために、重要な研究テーマに幅広く利用することができます。精密医療、医薬品開発研究、衛星画像データを用いたリアルタイム気候シミュレーション、新素材設計の計算、高性能バッテリー、タイの生態系の多様性の機能研究などです。人工知能の開発分野では、ビッグデータを迅速に処理して経営のために役立てることも期待されています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイでコロナの感染が微増しているとして、当局は注意を呼びかけています。観光セミナーで日本とタイの協力強化が宣言されました。警察はサッカーワールドカップ開催で違法賭博の取り締まりを強化しています。世界のスーパーコンピューターのランキングで、タイのコンピューターが世界70位となりました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ขอคุยในได้ไหมขอคุยแค่ไม่นานก่อนจะคิดจะลืมฉันเรื่องเธอกับเรื่องเขาเข้าใจว่ารักกันก็ไม่คิดจะขัดขวางแต่ฉันแค่อ่านบอกเขาดีฝากคนของเธอบอกให้เขาเข้าใจบอกเขาว่าฉันรักเธอขนาดไหนฝากบอกは毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.